こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オートキャニオン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。サンタフェアポロ、前に行きそうです。 It's all Greek to me、 それに続いています。さらにはオートキャニオン、8番ビエンビエン、その後ろポタシャー、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭からオートキャニオン先手を取りました。並んで13番 It's all Greek to me、 サンタフェアポロすぐ後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から見てみましょう。オートキャニオン先手を取りました。好位置をキープしています。河内サンド、ピンクの帽子 It's all Greek to me、 その後ろ。その外からビエンビエン、内からはサンタフェアポロ、赤の帽子バブルデュー、その後ろ。すぐ隣にスターオブコジー、レイディシャール、そのうちに続いています。青の帽子シャイニングネイティブ、その後ろ。すぐ隣にジェットギムレット、並んで2番アフターリーグ、最後方にポタシャー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました。13番 It's all Greek to me、 前は It's all Greek to me、 オートキャニオンほとんど差がありません。サンタフェアポロ3番手、河内サンド、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は It's all Greek to me、 間が空いてポタシャー、河内サンド後位を追走、内からはオートキャニオン、その外からはキャプテンゲーム。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はポタシャー、ポタシャー先頭、リードを広げにかかります。2番手は It's all Greek to me、 ポタシャー独走、ポタシャーぶっちぎりです。ポタシャー1着、2着はビエンビエン、勝ったのはポタシャー、見事な勝利です。東京競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。防衛ヒル、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて防衛ヒル行きました。これに続くのがマイスーパーマン、内からはダイナマイトダディ、並んで2番 AP ジェット、ストーンブルース、この馬もこのグループ。その外から森のウィナー、並んで14番レイシンロード、ビッグエイト、そのうちに続いています。その隣にトロピカルカフェ、ヤマリンゼファー、そのうちに続いています。黄色の帽子マチカネリオン、その後ろ。ここでナルシスノワール先頭に変わりました。2番手はダイナマイトダディ、 AP ジェット、3番手サクラバクシンオー、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。ナルシスノワール先頭、差はほとんどない。2番手は AP ジェット、先頭を捉えるか。さあサクラバクシンオー一気に来た。サクラバクシンオーいっぱいになった。あと 200m、 先頭は AP ジェット、一気に捉えるか。サクラバクシンオー、サクラバクシンオー抜けた。2番手は AP ジェット、サクラバクシンオーゴールイン。サクラバクシンオー1着、2着にはどうやら AP ジェット、これが G1 馬だ。サクラバクシンオーThank you.
東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のウィルビーブルック、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはエアアイドル、綺麗なスタートを切りました。カワチトリビュート、前に行きそうです。続いていくのがエアアイドル、好位置をキープしています。イクノディクタス、その隣にベルカーサリバー、その横に東マジョルカ、その外にファーストボール、大活ジョンヌ、そのうちに続いています。並んで8番ウエスタンシャイン、カワチイメージ、この馬もこのグループ。すぐ隣に名勝マリーン、その横にフレンチセレナード、その外にペガシーフィールド、メジロカンムリ、そのうちに続いています。その後ろからは西のプリマ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はまだ5番カワチトリビュート、名勝マリーン、ほとんど差がありません。3番手にイクノディクタス、絶好の手応え。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったイクノディクタス、イクノディクタス先頭、2番手はカワチトリビュート、懸命に追いすがります。残り 200m、 イクノディクタス先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。イクノディクタス、2番手はカワチイメージ、イクノディクタス1着、イクノディクタス完勝、イクノディクタス1着、2着はカワチイメージ、これが最強女王だ。イクノディクタス